佐藤誠一でございます。本日はこの場所をお借りいたしまして、令和新選組、そして私、佐藤誠一の政治政党についてご報告をいたします。この場所で参議院選挙後2回目のお話となります。火曜日にすでにご報告いたしました通り、令和新選組は3議席をいただきました。山本太郎、代表の山本太郎が東京で1議席、そしてこの広島生まれの天畠大輔候補、そして水道橋博士、比例代表で議席をいただいております。合計で5議席ということで、しやすいということ、腰を打ちつけた活動が必要に思われます。今後の令和新選組の政策あるいは活動にご注目いただければと思います。参議院と申しますのは、なぜ衆議院と違って参議院があるかといえば、衆議院がのやってることがおかしい、あるいは衆議院をから選ばれた総理大臣がやってることがきっとおかしいとき、参議院がしっかり軌道修正をする、ここに存在意義があるわけであります。つんと物を言う令和新選組の5人、参議院議員にふさわしいというふうに私は思う次第であります。何があっても心配するな、そんな国を作りたい、ガツンと皆様の暮らしを財政出動で底上げしていく、奨学金キャラ方が安心して勉強ができる、そういう環境をしっかり整えていく、そしてまた、コロナの前から厳しく、コロナが追い打ちをかけ、さらにこんにちは、お疲れ様です。ここで、消費税 10%、これを廃止して、毎日が 10% オフ、こういうことをしっかりやっていく、中小企業いじめの零細行政いじめのインボイスは廃止にしていく、消費税の 73% は法人減税に使われております。福祉にはないんですから、これしっかり廃止をすることで、皆さんの、負担を減らすということになるわけであります。そして、お給料は一律1500円、全国 最低賃金1500円、特に介護や保育、こういった仕事の基礎の割には、労働給料が低い、そういった分野は10万円アップをし、皆さんの老後の安心、そしてあるいは子育ての安心をしっかりと感謝しているのは令和新選組一番であると、私は、自信を持って、皆さんにお勧めをしてきた次第です。しっかりと、5人の参議院議員が活動してくれるというふうに考えておりますし、もしちゃんとしなかった場合には私の方から申し上げたいというふうに思う次第であります。こんにちは。さて、皆さん、この国だけじゃありません。ガツンと、本当は、言わなきゃいけないのは県議会、こういったところも一緒であります。この今週、新聞テレビご覧になったと思いますが、高速5号線、双葉山トンネル、本当に情けないことになっています。工事費だけかかって、工事は全然完成してない、そういう状況が続いているわけであります。なんでこんなことになっちゃったのか、住民の反対、こういった支援、こういったものを無視してをなんとか説得してというか押し切って、始まったこの事業、結局はいろんなことが、どん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 ボロが出ている、そういう状況であります。こういうことになってしまったのも、やはり、知事の湯崎さんに対してしっかり、議員が許可をチェックをしない、そういったことが原因にあるんじゃないでしょうか。この浅見並区だって定数が5人いて、自民党は3人、公明党1人、立憲民主党1人、みんな与党です。立憲民主党、中央では野党ということになっても、広島では、知事べったり、何にもこれはチェック機能を果たしていないわけであります。そういうことの積み重ねが偉いことになっている。この浅見並区では神安で参拝処分場、非常に問題となっています。ものすごいでっかい参拝処分場を、拡張されようとしています。外資系に買収されて、またどんどんゴミが突っ込まれようとしている、そういう状況があります。三原の方ではやはり、水源地のど真ん中に
ゴミを、分譲ができる、そういうことを、県が強化している、これはなぜこういうことになっちゃうか、広島県の、産廃行政あるいは水資源保護行政が全国でも緩やかだなんです。こういうことになってしまうのもやはり県議会が先にガツンと言うなきさんに言うのではないですか。そうでしょう皆さん、しっかりとガツンと物を言う、議員をこの県議会、広島の県議会でもこれ作っていかなければならないと、考えるのであります。広島県議会、先ほど言ったように申し上げたように、共産党、それから一部の、保守系の方、本当にごくわずか一人か二人、そういう人以外はもう本当に全員が与党と、ベタリと地域に対して湯崎さんに対してガツンと言わない。だから結局湯崎さんのやってることのボロが修正をされないということになってしまうんです。しっかり私、佐藤秀一、県庁前、11年近く、そしてまた、介護現場、介護福祉士として、この間ずっと働いてきました。そういった経験両方生かしまして、元部下として、湯崎さんにガツンと、物を行く先頭に、立って、まいります。国政では与党も野党もこの広島ではもう本当に、一部を除いて、完全に、湯崎さんに物を言わないそういう状況です。国も一緒です。結局岸田さんに対してガツンと、そういう議員がいないと結局どんどん、修正がかからないで、国全体がおかしい。私、佐藤秀一しっかりと指導修正をさせる先頭に、立って、まいります。本日はこの場所をお借りいたしまして、お訴えをさせていただいております。れいわ新選組、今回は5議席、に増えまして、3議席、衆議院と合わせて8議席ということでありますが、しっかりと、国会でも、地方議会でもガツンとそういう議員を出していくということが大事でありますので、私佐藤秀一もその先頭に立ってまいります。災害対策、こういったものも大変です。コロナ対策、広島県に働いたそういう私の後輩もいます。あるいは県では農業施設中心に4年前の水害の復旧復興がまだというところもあります。広島県内では、86ある市町村を23人まで減らしてしまった、そういうことのつけが、回っています。合併された市町村の、そういったところはほど、衰えて、そして、また、災害対策こういったなかなか進まない、そういう実態があります。やはり公務員を削りすぎた、こういった弊害が出ています。令和新選組中央では公務員を増やす、そういう政策を掲げております。私佐藤秀一も、中央の令和新選組の国会議員とも連携をしながら今まで、サービスを削りまくったできた、そういった広島県の行政の在り方、これを改めて増やすべきところは、そういったことの先頭に、立って佐藤秀一、地元でお世話になっております。介護福祉士元県庁番の、佐藤秀一で、ございます。また、本当に県内、また湯崎さん、いろんな公の土地を、勝手にと言うとあれですけども、随契約で、売り払う、そういったことも言っておられます。警察署の土地をシルトンホテルに売るとか、本当に公のものを一部の人のお金儲けのためにしてしまっている、これ、本当に申し訳ないんですけれども、森友家庭問題一般にもなりかねない、こういうことを湯崎さん、やっておられるわけであります。湯崎さんはいい人だと思われている方もいっぱいいらっしゃるでしょう。しかしその原因もまた県議会でしっかり、湯崎さんに対して物を言う人がいないと、そういうことによってまた軌道修正がかからないということになっているわけであります。ガツンと、軌道修正をしてもらう、これが、議員の役目です。参議院議員、そして地方議員と、参議院議員の場合は衆議院や総理大臣に対して軌道修正をしてもらう、そして、県議会であれば知事、湯崎さんに
軌道修正をしてもらう、そして市議会であれば、松井さんね、市長の松井さんに軌道修正をしてもらう、誰がそういう軌道修正をガツンと、させるのにふさわしいか、こういった基準で、皆さん、準備をしていただければと思うわけであります。まあ、今までの、まあ、県議会議員とか、あるいは市議会とか、まあ、そういったもの、本当に政策とか、人生とか、そういったことではなくて、まあ、お金や、組織、そういったものありきで動いてきたわけであります。これをしっかりと変えていく。これ結局、まあ、川谷さんのような事件になっていく、彼女だけは悪いんじゃないんですよ、結局こういう政策や政治姿勢じゃなくて金、そういったものを中心の選挙や政治、こういったものを改めていく、これ来年の、県議会議員あるいは市議会議員あるいは市長選挙、そういったところでしっかりと正念を入れて、広島市民そして広島県民の皆さん以降ではありませんか、政策そして政治性、そういったものをしっかり吟味する、そういった選挙あるいは政治への関わり方、広島市民の皆様県民の皆様にもそして、よろしくお願い申し上げる次第であります。お疲れ様で、ございます。こんにちは。ガッツリただ、そして、ガッツリただ、そして消費税廃止、何があっても心配するな、そんな国はあなたと一緒に作りたい、令和新選組の政策成立性、そしてまた私、佐藤秀一の政策、成立性等について、本日はこの古市橋駅前、1945年8月6日、小説、黒い雨の主人公。静間茂松が被爆地で起きまして、お伝えをさせていただいております。さて、8月6日、原爆の日まであと3週間となりました。まあ、福島、これを絶対に、繰り返させない、その先頭に私も立ってまいります。お疲れ様です。土曜日に関わらず、お勉強、誠に、お疲れ様で、ございます。まあ、令和新選組をしっかりと、まあ、区域選手条約、これを進めていく、そういったことの先頭に、立って、まいります。またしっかり、原発しっかりエネルギーの安全保障、これをやっていく、グリーンニューディール政策、これをしっかり財政出動で、進めて、まいります。令和新選組、広島、長崎、テレノオイル、そして福島は繰り返さない、核兵器禁止条約、これしっかり進めていく、そしてまた、原発は廃止して、原発自然エネルギー、そしてまた、蓄電池、エネルギーが余っているときは、しっかりには使えるようにです、まあ、そういったものをしっかりと整備していく。そういったことにしっかり投資をしていく、未来の産業へ投資をしていく、これが私たち令和新選組の、考え方です。もちろんまずは、皆さんの奨学金やあるいは学費負担はさらにしていく、そして、福祉には使われていない消費税は廃止をして皆さんの負担を減らしていく、まあ、そういったとして皆さんを底上げした上でですね、しっかり、未来への投資ビジョンであります。お疲れ様でございます。土曜日にもかかわらず、お勉強誠にお疲れ様で、ございます。では先生、そして私佐藤秀一の、政策や政治、本日は、駅前におきまして、お伝えをさせていただいております。土曜日にもかかわらず、お勉強またお仕事、誠に、疲れ様で、ございます。まあ、皆さんも一人一人が勉強やお仕事を頑張られる、これ本当に尊いことであります。まあ、しかしそれだけでは難しいこと、これ全体を底上げしていく、まあ、そういうことであります。まあ、今のように本当に日本全体が沈んでいく、あるいは広島県全体が沈んでいく、まあ、そういう局面ではやはり、まあ、しっかりみんなさんを底上げしていく、予算や法律あるいは県であれば条例、これが決定的に大事なのであります。
その皆さんが本当に、十分に、頑張られていると思います。無理をせずに、頑張るということが大事だと思います、やはりしっかり、その分ちょっと、政治するとみんなが良くなっていく、逆に言うと政治によってこれ悪くなる、まあ、そういった恐ろしいこともあるわけでありますが、そうならないようにしっかり政策や政治して、こういったもので、吟味をしていただければと思う次第でございます、お疲れ様でございます、本日はこの古市橋1万円、私、佐藤です、そして令和新政府の政策や期待をさせていただいております、まあ、広島県におきましても、まあ、しっかりと、教育費の負担を減らしていくないでしょうか。まあ、もちろん、まあ、今の湯崎さんは、まあ、エリートのための一部のエリートのための学校、これでも作るのには非常に熱心でありますが、やはり多くの県民、皆様に、若い方に目を向けて、幅広く目を向けていただく、まあ、そのためにもガツンと物申す、議員が県議会でも、そしてまた、まあ、災害、対策、まあ、本当に4年前も、そしてこの広島県内出ました。8年前は、この広島では浅見並区、そして4年前は隣の旭区や愛知区、そして昨年も、区内でも、上安や大和で、必要なものがありました、そうありがとうございます、そういった中で、皆さん安心して、何が災害にあっても暮らせる、そういったための住宅、安くて、家賃の補助、まあ、そういったもの、この広島でこそ非常に大事ではないでしょうか、そういった、住まいは権利、住まいの安心、作って、その先頭に私、佐藤誠一、そして令和新選組、立ってまいります。本日は、この古市橋駅前をお借りいたしまして、私、地元でお世話になっております、介護福祉士元県庁マンの私、佐藤修一、そして、山本太郎、代表を率います令和新選組の政策政治支援、国の政治、そして、広島県の政治、こういったものに対する、考え方政策政治支援につきまして、お話をさせていただきました、土曜日にもかかわらず、皆さんお勉強、大変お疲れ様でございます、本当に、皆さんお疲れ様でございます、本当に頑張ることは本当に大事です。お一人お一人が頑張られることは本当に大事なんです。しかしみんなを良くしていく、ね、みんなを良くしていくってことのためには、法律や予算を変えて、国会やあるいは県議会が、まあ、広島市であれば市議会で変えていくと、こっちももちろん大事なんです、こっちの方もちょっと、目を向けてもらうとぐっと、まあ、広島もそして日本もぐっと皆さんにとって、住みよくなるのではないかと、思う次第で、ございます。誠に、お疲れ様で、ございます、お世話になっております、介護福祉士元県庁マン私、佐藤誠一の、お伝え、させていただきます。ご通行中の皆様、そして、また古市橋駅周辺の皆様、周辺の皆様方、お騒がせをいたしました、最後までご協力ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、皆さんね、それでは皆さんね、本当に、ご視聴誠にありがとうございました。ちょっとねトラブルもありましたけれどもね、また今後ともね、よろしくお願いいたします。それではね失礼いたします。これはどうやって、これどうやって終わらせるんですかね。これはねちょっとどうやって合わせていくかな。